残り物のピザのスライスを温めたかっただけなのにひどいことになってしまいました。電子レンジに触れたら突然押されたようなショックを感じました。そして火花が見え爆発音が聞こえた後目の前が真っ暗になってしまったんです。ああ、頭が割れそうです。何が起こったのかを考えてみたら電子レンジで感電してしまったことに気づきました。死なずに大怪我もしなかったのでラッキーでした。それにアパートが火事になったわけでもありません。うめき声を上げながら起き上がると手が震えています。コップを手に取って水を注ごうとしたら床に落としてしまいました。思ったよりもかなり重かったからです。でもそれだけではなく黄色っぽい色をしていて透明には見えません。よく見てみるとなんと金になっているように見えたので思わず笑ってしまいました。そしてそのコップを宝石鑑定士のところへ持っていきました。オフィスを去る頃にはショックで放心状態になってしまいました。なんとガラスのコップが高純度の金に変わっていたのです。鑑定士はこの金はちょっと不思議ですねと言っていました。でもまず理解しなければならないのはなぜこのコップが金になってしまったのかということ。触った瞬間に変わってしまったのでしょう。でもその後手すりやドアノブなどにも触っていますし鑑定士と握手もしています。そして家に帰ると早速試してみることにしました。ソファー、ベッド、枕、コップ、お皿、フォークなどを触ってみたんです。するといきなり手に取ったスプーンが金に。この能力は本物ですが常に効果があるわけではないようです。これでお金持ちになれます。なんといっても金ですよ、金。この金属は非常に貴重で腐食せず精錬しやすく誰もが稀で価値があることを知っています。これで長年の夢を実現できると思いいろいろ妄想してしまいます。休暇を取ってエキゾチックな島へ行ったり夢のような家を買うこともできます。でもこの時は新しく手に入れた能力がどんな恐ろしい災害を引き起こすのかまだ分かっていませんでした。しばらくするとさらに簡単に物を金に変えられるようになりました。そのうちに物に3回触れるだけで変えられるようになりました。そしてとうとう手に取ったものが全て金になってしまう日が来たのです。5分ほど喜んだ後実際にはあまり素晴らしくはないということに気づき始めます。料理をしたり寝たり犬の散歩するにはどうすればいいのかなどを考え始めると恐怖にとらわれてしまい自分の能力が呪いになることもあり得ると思い始めました。巨大な城で豊かで快適に暮らしていた君主の神話を聞いたことがありますか。彼は自分の財産に満足できずさらに多くのものを欲しがり自分の触れたものすべてを金に変えたいと望んでいたのです。でも一度願いが叶うと王は人生で最大の恐ろしい過ちを犯したことに気づいたのです。身震いがして気が重くならないことを考えることにしました。科学的な観点から見たらなぜこんなことがあり得るのか。単に自分が触れた物体の原子が変化してしまうのか。例えばリモコンを触るとすぐに金色になり始め何倍も密度が高くなり重くなります。金の原子は圧迫されていることに反発してお互いに押し合います。ドッカン。それによってリモコンは巨大な力とともに爆発してしまうはずです。でもそうなることはありません。自分の能力が科学の法則に反して作用しているからでしょう。例えば原子そのものを変化させずに単に配置し直しているとしたらどうなるのか。これで鑑定士が驚きながら金のコップを不思議だと言っていた意味が分かりました。この金は泡のようで内部に小さな隙間がたくさんあります。突然いろんなことを思いつきさらに恐ろしさが増しました。これからは相当気をつけなければなりません。もししゃがんで犬に触れたらどうなるのでしょう。間違えて誰かを抱きしめたり友達の手に触れたりするだけで大変なことになります。数時間パニックに陥った後親友が科学者であることを思い出し会いに行くことにしました。友達は最初は驚いたもののすぐに解決策を提案してくれました。それは特別な素材で作られた手袋をはめるというものでした。これからは常にこの手袋をはめなければなりません。友達はこの手袋がどのように世界を守ってくれるのかを細かく説明してくれましたが専門的なことだったのでよくわからず30分後には聞いていられなくなりました。これからの生活では簡単なことと困難なことでいっぱいです。これで人々に触れても大事には至らなそうですが手袋をはめたままシャワーを浴びたり食事をしたりバレーボールをしたり犬を撫でたりする方法を学ばなければならないのです。幸い新しい生活にはすぐに慣れることができました。でもある晴れの日に大変なことになってしまいます。公園に行くと犬が円を描いて走り始めました。それと同時に手袋の中の左手が痒くなってきたのでちょっとぐらい外しても平気だと思い手袋を外したらその瞬間犬が足にぶつかってきたのでバランスを崩して前に倒れかけてしまいました。
周りで起こっていることがスローモーションのように見えます。そして手袋を外した手で1秒だけ地面に触れてしまったのです。すると次の1秒で金色の波が広がって、辺り全体をすべて金に変え始めたのです。さらに突然体が宙に浮き始めました。一体どういうこと？最初にコップを金に変えた時のことを覚えていますか？コップの場合は大してサイズも大きくなかったので、形も大きさも変わりませんでした。でもそれが地球全体となるとかなり大事です。自分に触れて変化した金はスポンジ状になってしまうのです。でも地球には重力があるので、スポンジ状にはならないよう縮み始めます。そしてかつての青く美しい地球を構成していた原子間の隙間が消え、ものすごい速度で縮小し始めたのです。あっという間に地球の半径が以前の3分の1に縮小してしまいました。ここでちょっと考えてみましょう。落下中のエレベーターで立ち往生している状況を想像してみましょう。誰かが突然地球の重力のスイッチのレバーを引いてオフにしたようなものなのです。最初のうちは恐ろしく感じました。この落下が止まったら莫大な力によって地面にぶつかってしまうかもしれないのです。でもまだそうなってはいないので少し落ち着きましょう。実際には地面からの距離が離れたり近づいたりする代わりに地面が自分と一緒に落下しているように見えたのです。この場所は見晴らしが良く、水が空中に浮いているのが見えます。地面に触れた時に全てが金に変わったので、これは海ではありません。空気中の水分が雫を形成し始めたのです。これは事故が発生する前に、大気中にあった液体だったのです。これは大惨事です。他に見える生物は鳥だけです。変化が起こった時、空を飛んでいたのでしょう。しばらくすると、蚊に刺されたことに気づきました。ということは鳥以外にも空中に飛んでいた虫がいることです。10分もすると地球の縮小は止まりました。最小限のサイズに達したのでしょう。この奇妙な世界が正常に機能していたら時速約3万キロメートルの速度で地面に衝突していたことになります。でもなぜかそうなってはいません。ふう、まだ生きてる、よかったと思いました。でもすぐに考えが変わりました。地球上すべてが金になったとしたらどこで食べ物や飲料水を見つければいいのでしょう。それに酸素を生成する木や藻がなかったら呼吸することもできなくなってしまいますよね。でもそれは単なる始まりに過ぎません。地球が突然巨大な力で圧迫されたため核の温度は恒星の核の温度と同じくらい上昇してしまいます。さらに地球の崩壊が終わると強力な衝撃波により大気が宇宙に飛ばされてしまうのです。そしてプラズマの真っ赤な玉となった地球は最終的に冷却します。その結果地球は火星と金星の間にある金の玉になってしまうのです。まあそれは近いうちにわかることですけどね。今は広大な金の荒野のど真ん中に立っていて頭の中は質問だらけで答えは一つも見つかりません。